どうも皆さん、ダラニシでございます。ですね、今回はですね、なぜ僕が美容師を辞めたかっていうのをお話ししたいなと思っておりましてですね、動画を撮っております。なぜ僕が美容師を辞めようかなって思ったのがですね、まあ辞めてはないんですけどまあ1日だけ出てるんですけど、まあ美容師はまあちょっとこう、まあ、単純にこう考えると、まあ、映像だったりカメラだったり写真が好きで、ただ美容師も好きで美容の世界も好きで好きなんですけど、まあちょっとこう美容は離れようかなと。まあ美容師の仕事ってずっと続けていく人っていうのが、まあ、10% とかいないんですよ。30歳まで結構辞めちゃう人が多くて、僕もまあその考え方はすごいわかるんですね。まあ、ずっと続けてても、まあ、この先不安な部分もあると思うんですよ。給料結構低かったりもする、まあ、人によると思うんですけど、まあ、普通にやっていく人に関しては、まあ、どうかなっていう部分も、まあ、最初に入ったところで結構先輩の給料明細をなんかちょっと見たんですね。机に置いてたんで、バックルームに置いてたんで、あ、これパッて見たら、これみたいな。で、同期と喋ってたんですけど、これこんだけ続けてて、これだけお客さんいて、これだけみたいな感じがすごいして、で、まあ、なかなかその、これはちょっと夢がないな、みたいな。この先、自分がここで続けててもこんな感じなのかな、とか、思ったりとかですね。まあ、いろいろ思うことがあったんですけど、まあ、多少その美容師としてやっていく上では、そう、いろいろやっぱ考えるんで、まあ、なんで辞めたかっていう、辞めるというか、ちょっと離れるようになったかっていうのは、まあ、主にまあ収入の面と将来性の不安っていう部分から、その2つでまあ僕はちょっと離れようかなと思ってですね。まあ、今、指名してくれてるお客さんとかもいるんで、まあ、その人たち大事にしていこうかなっていうふうに、まあ、普通のフリーの人もいるんですけど、まあ、大事にしようかなって思いながら美容師はやってて、まあ、それ楽しいんで、やっぱりダイレクトに喜んでくれ、そっか、僕はでもあれかもしれないですね、ダイレクトに喜んでもらえる仕事が好きなのかもしれないですね。直結して個人じゃないですか。今カメラマンとしても個人でやってるし、美容師もまあ言ったらお店に属していても個人じゃないですか。個人なんで、まあそこでまあどうですかってなった時に、わ、すごい、めっちゃいいみたいな、喜んでくれるのがすごい好きで、まあ、生きがいというか、まあ、仕事しててよかったなって思える部分があるので充実感ですかね。なんで、まあ、美容師やってて、まあ、そこはすごい楽しかったな、楽しいなって思ってるところで、まあ、カメラに関しても、まあ、すごいそこはすごい楽しいので、人に直結する仕事っていうのを僕は今後も続けていきたいし、まあ、美容師離れた理由としてはその2点で、まあ、カメラが楽しい、カメラを使って撮るっていうことがすごく楽しいので、まあ、そこは美容師を辞めた理由の一つかなっていうふうに思うんですよ。今後美容師を例えば目指してる人たちっていうのは、コロナでも髪は伸びるので、まあ、絶対切りには行くじゃないですか。自分で切るセルフカットまあ、あるんですけど、まあ、ある程度は限界があるし、やっぱり絶対プロに頼んだ方がいいわけで、そこは絶対にね、揺るがないところではあると思うんですけど、なくなる仕事とかあるじゃないですか、工場とかで。工場とか全部ロボットになるって聞いたんですけどね、まあ、すごいですよね。まあ、なかなかすごい時代になってくると思うんで、まあ、将来性を考えたときに、僕はもう映像とかカメラマンも需要はちょっと減ってるみたいなんですけど、やっぱ映像の方かなって思うんですけど、どうしてもやっぱり絶対広告写真にしても絶対こう媒体としては写真も必要だし映像も必要だしっていう時代になると思うんで、まあ今後はその、まあ、より知識を深めていって何かに特化していくようにならないとダメかなって思ってるんで、まあ美容師を辞めた理由はそれなんですけど、後悔はしてないですかね。まあ今後、まあ編集の仕事もあるんで、まあそこがどうなっていくのかっていうのを多分自分でいろいろしていかないと多分厳しい時代になってくると思うんで、もしね、今美容師を目指している人たちがこの動画見ているとすると、まあ美容師専門学校時代
専門学校時代ですかね、専門学校時代にいかにこう何をしたいか、美容師になって自分は何がしたいかっていうのを考えていった方がいいかなと思うんで、まあ、そこはね学生さんたちはまあ考えていった方がいいと思います。でも今ってまあちょっと思うんですけど、まあ、いろんな武器をこう持ってた方がいいのかなってちょっと思ったりするんで、僕もカメラ、美容師やってる時にいろいろ資格は取ったんですよ。メイクと、あとはまあカラーのコーディネート、トータルでバランスを見るっていう着付けはできなかったんですけど、まあ、そこでまあいろいろ知識をつけておくっていうのも今になってすごい役に立つんで、メイクにしてもだって撮影する時とかにメイクってこうだよねみたいな、写真撮る時メイクってこうした方がいいよねとか、あとはカラーってこっちこれだからこっちの方がいいんじゃないとかっていう提案もいろいろできるんで、そこがまあいろいろ役立つなと思って、まあ、カメラに関してはカメラマンじゃなくてフォトグラファー、ここ難しいですよね。カテゴライズっていうんですかね、なかなかその難しいと思うんですけど、カメラマンじゃなくてフォトグラファー、動画フィルム、動画クリエイターじゃないですか、写真と編集する人ですよね、フォトグラファーって多分。なんでまあその雇われてる人、まあいろいろそのカメラに関してもカメラだけじゃなくて写真の編集、動画やる人、動画の編集やる人、あとはまあ音響ですよね、マイク、照明、トータルでこう考えた時に知識ってあった方がいいですよね。なのでまあそこをまあ勉強しながらやっていった方がいいかなと思うので、まあ最初はその初期投資ってだいぶかかると思うんですよ。美容師にしてもハサミ高いし、僕左利きだったんで普通のハサミよりプラス2万円取られるんですよね。型がなんか少ないらしくて、それもちょっとなんか不公平だなって、まあ左利きな僕が悪いんですけど、まあまあそんな感じでやってて、とりあえずまあその機材なり自分が必要な道具っていうのはまあいいの買っといた方が絶対役立つんで、まあそこは大事かな。なんでまあ美容師を辞めた理由っていうのは主にその2点で、まあ今後どうなっていくかわからないんですけど、まあ美容師の仕事に関してはまあ今お客さん来ていただいている人たちプラスまあちょっとお店にも感謝してるので、そこはまあ続けていきつつ、まあ映像の仕事で何かこう結果を残すじゃないですけど、まあ YouTube もこう撮ってるって今僕なんで、まあそこもちょっと何かこう外部に発信して何かこう人の役に立てばなと思っているので、まあ、そこは頑張って続けていきたいなって思っているので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。チャンネル登録者もね、まあ、全然いないんで、まあ、4人とかなんで、増やす目的でやってないんでね、そこはね分かってほしいなって思います。増えると嬉しいんですけど、なんでまあそういうふうにまあやってるので、まあぜひね、まあ美容師を辞めた理由っていうのはそれなので、まあもしこの動画を見てくれてる人がいれば、まあ僕の考え共感できる部分多少あると思うんで、まあ参考になればなと思って話してますので、まあそこはねよろしくお願いします。まあそれぐらいですかね。ではまた別の動画でお会いしましょう。